こんにちは、アイチャンネルの大野愛です。本日もご視聴ありがとうございます。本日のテーマは、はい、スターバックス元店員のおすすめするカスタマイズご紹介ということで、テーマに設定させていただきます。テーマ通りなんですけど、私がもともと学生時代にスターバックスでアルバイトをしていた経験がございまして、そちらの時の経験をさせていただければと思っております。このマークのお店ですね。まずこのタンブラーけど、コロナより前のは持っていくとカップ値引きっていうものをしていただけるんですね。エコなので。で、またコロナが落ち着いてくると再開した場合は、こちらのカップの値引きが再開となると、こういう水筒であったりとか、何のボトルでも、スターバックス製のものじゃないといけないんですかっていうご質問もお客様からいただいたんですけど、特にそういうのはなくて、どんなボトルでも大丈夫なので、持ってきていただくと割引になります。あ、今はスターバックスでは働いていないので、ちょっと今店員さんみたいに話しちゃったんですけど、はい、今はスターバックスではないです。次にですね、今コロナの時にこのボトルサービスしていただけていないんですけど、自分で入れ替えるとこうボトルで飲むことはもちろんできます。で、私のおすすめの、そのカスタマイズではないんですけど、そのスターバックスでの よくする行動ですね。スタバで働いていた後も大好きな場所なので、よくスターバックスは利用させていただいております。で、冷めづらいサーモ製のボトルを持っていくと、そこにこう今は入れ替えて、ホットが好きなのでエクストラホットで伝えると、適温でスターバックスは提供するようにしているんですけど、それよりも熱く提供していただけるので、私はそのボトルに入れ替えて、厚めで作ったものをずっと温かい状態で飲みたいと思って、そちらに今は移し替えて、ストローもいただいて、ホットなんですけどストローでいただくようにしています。コーヒーが大好きなんですけど、着色が気になるので、それが私のスターバックスルーティーンになりますね。冷めづらいボトルのご紹介、何持ってってるのかっていうところはちょっとここに貼っておきます。ハワイに行ったお友達に買ってきてもらったんですけど、すっごく冷めづらくて、大きさもこの大きなサイズを買ってきてもらったんですけど、スターバックスのどのサイズでも適用ができるので、そのサイズにこぼれないように入れ替えているんですけれども、ホットが好きな方はすごくおすすめです。入れ替える、直接頼めたら直接がおすすめです。あと他のこうカスタマイズですね、例えば冷たいのが好きな方ですと、ライトアイスって伝えると氷が少なめで作っていただけるので、こう時間かけて飲んでいるとどんどん薄まってしまうの気になりますよね。適量って言われてはいるんですけど、それよりも少なくした方が私は薄まらなくて、アイスの時は好きだったので、ライトアイスって冷たいものを頼む時は伝えています。
ホットの時はエクストラホット、アイスの時はライトアイスで使えます。フラペチーノも、氷の量をライトアイスっていうと、濃いめに作ってくださるみたいで、情報を載せておくんです。けどまだそれは頼まれたこともなかったんですけど、確かに作るときはフラペチーノミックスに氷をスコップで何杯っていう指示でこう入れて、シロップ、決まっている商品のシロップを何プッシュかっていうのもサイズごとに決まっていて、あとその中に入れる具材入れて、でシェーカーでシェイクするっていうのがフラペチーノなんですけど、氷の量を少なめにすることで確かに味は濃くなるので、だんだんフラペチーノって味が薄くなってきてしまって味が変わってきちゃうので、ライトアイスもおすすめです。ただスターバックスの公式的にはそのまま頼めば一番ベストな味ってレシピはできているので、そのまま頼むところをまず経験してから変化させた方がいいのかなって元スタバの店員としては思いますね。あと他ですね、あと他のところですと、ホイップの増量無料ですし、チョコとキャラメルのソースは無料で上にアドオンできるので、ウィズキャラメルソースとかウィズチョコレートソースって言っていただければ上からかけて、いただけます。あとチョコチップもプラス50円で入れることができたり、スターバックス難しいイメージで注文するのが大変そうだから行かないっていう声とかも聞いたことがあったんですけども、今とかないんですかね。すごく私は素敵な空間だなと思っているので、イートインでぜひ行っていただきたいカフェです。喫煙される方だとタバコが吸えないっていうところが、スターバックス行かない理由っていうことも聞いたことあるので、テラス席があるお店だと喫煙の灰皿置いてあるところもあるので、そちら行っていただければなと。サイズですね。サイズがマクドナルドさんのイメージで S、M、L なるんじゃないですか。ショート、トール、グランデ、ベンティでどんどんサイズがアップしていきます。元スタバ店員がおすすめするお得なサイズは、私はグランデが一番お得だなっていう、コストパフォーマンスが高いなと思っています。ベンティ、まあ大きくなればとは思うんですけど、ベンティまで行くとすごく量がたくさん、トールだとちょっと足りないなっていう時も、グランデだとすごくいいなって思うことが多くて、よくグランデを頼んでいました。でショップに関しては日本が作ったっていうサイズです。よかったらグランデ一回飲んでみてほしいです。あと元店員として好きなドリンク何かなって考えたんです。すごくありきたりなんですけど、キャラメルマキアートのエクストラホットで上のキャラメルソースを多めにかけるのが好きです。で最初にちょっとキャラメルのところだけスプーンで食べちゃって半分ぐらい残しといて、そうすると普通のキャラメルマキアートのサイズの量になるので、そのまま残しておいてタンブラーに入れ替えて、ずっと熱いままキャラメルマキアートを飲むことが多いんですけど、その層が上がフォームで下がミルクになっているところがこう入れ替えちゃうと楽しめなくなっちゃうので、そのままある程度飲んだ後入れ替えたりしてますね。なので入れ替える方は最初はそのまま飲むことがおすすめです。あとフードの
こう今まで食べてきて美味しかったなって思ってて、定番商品だとシュガードーナツ、ベーグルが好きな方がおすすめです。もちもちした生地に、ね、コストパフォーマンスもすごく高くて、お値段載せておきます。シュガードーナツは定番商品ですね。あとサラダラップもよく買っています。あとピローネですね。もう温めると期間限定ごとのピローネが、出ていて、シェフの方とかの商品もあるのでピローネも美味しいです。あとはニューヨークチーズケーキも定番なんですけど、すっごく甘いものを食べたいときはニューヨークチーズケーキを食べるとホッとできます。チーズケーキ好きな方はまだ食べたことなかったら食べてみてください。今だと秋期間限定でアップルタルトであったりとかマロンのドリンクが出ていますね。でそちらも気になるんですけど、ちょっと甘そうかなって思いつつ、元スタッフとしてのお伝えはフード残っちゃうじゃないですか、夜になって。でもこちらも本当に夜の間に全部処分されてて、賞味期限をしっかりと確認をしてるっていうところは徹底してるので、もともと働いていてもそこからも一番大好きなお店として利用しているぐらいしてます。もちろん当たり前なんですけど、当たり前のことをちゃんとできているお店ですね。あとは店員さんですね。最初に立つ時は全体で、私名古屋のエリアなんですけど、名古屋のエリアで栄駅、名古屋だという大きいんですけど、栄駅でスターバックスの新人の研修を一斉にやって、そこからしか中に入店が私の頃はできなかったので、それぐらい研修しっかりしてから入店っていうところもスターバックスの特徴なので、接客もレベルが高いのかなって思っています。あ、スターバックスのアプリを取ったことがない方がいたら取っていただいて、でスターバックスカードっていう入金ができるカードが無料で発行ができて、1000円からだと思うんですけど、そちらをチャージしたものをアプリの中に登録ができて、そちらで支払いをしていくようにするとスターっていうものが貯められて、そこがどんどん貯まると次のサービスのチケットが配布されるようになるので、スターバックスよく行かれる方はカード持つのもお財布パンパンになるからっていう方も、アプリだけで今管理できるようになっているので、アプリでクレジットカードと連携させればカードなしでポイントが貯まる、でチケットももらえるようになるので、すごくおすすめなので、お気に入りのお店にスターバックスを入れていただけ安いかなと思うので、そちらもぜひ使ってみてください。今日は元スターバックススタッフのルーティーンの紹介であったりとか、おすすめ商品のご紹介ということで動画を撮影させていただきました。この動画少しでもいいなって思っていただけた方は、グッドボタンを、これからも覗いてあげてもいいよっていう方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。 Twitter、Instagram も展開しておりますので、ぜひご登録お願いいたします。では本日も貴重なお時間をいただきまして本当にありがとうございます。またお会いできるのを心より楽しみにしております。